てまたこれ。こんばんは、ごめん、やっとマイクがついた。ごめんごめん。あ、もうなんで店が傾くの。いやいや、店が傾くのだけはいや。やっと始まった、ごめんなさい。みゆきさんこんばんは。ら、まゆさんこんばんは。みゆきさん早速止まる。あれ、あいらいこっちゃ Wi-Fi やな。あきこさん、おかえりって言ってくださった。ただいま。疲れた。きいかさん、ただいま。もう疲れた。久しぶりに県外に出ましたよ、田舎者の渡すが。久しぶりに新幹線に乗りましたよ、田舎者の渡すが。声聞こえるかな。ただいま、りえさん、声聞こえるかな。そう、久しぶりに新幹線に乗りました。久しぶりに駅に行って、久しぶりに人混みの中を歩いて、久しぶりになんか大都会。夕方楽しかったです。だって嬉しい。ラブフラワーメロディーさん、コメントありがとうございます。そう、あきこさんがペルトさんって言ってくれた。なんじゃーなんだー。なんか疲れて、ほいで8時半止まるけど見る。暑くて疲れたでしょ。聞こえるようやってよかった。よしよし、頑張ったね。お姉さん、すげえ、大人の階段を一段上がりました。東京がえらいことです。え、何なんや、東京がどうしたの。豆腐さん、あ、豆腐さん今日静岡に行ってきました。いや、初めて、人生初の静岡駅で、人生初の静岡駅出た。人生初、そしたらもう秒でタクシーに乗る。そして人生初、5分で静岡朝日テレビに着く。そして人生初、朝日テレビの中に入る。すごいね、テレビ局。そしてテレビ局から出たら秒でタクシーに乗る。そして駅に戻る。もうなんか静岡滞在時間短い。そう、いいお天気でしたよ、静岡県ね。アンジェリコドールさんこんばんは。私、アンジェリコドールさんにごめんなさいしないといけない、いけないの。ね、私フライヤーの画像を登録と、フライヤーの画像をインスタに投稿した時にアンジェリコドールさんコメントくださってた気がするんですよね、多分ね。違うかな、確かね。なんですけど、その投稿をちょっと写真を差し替えたくて一回引っ込めてしまって、なんかコメントを一件くださってたのを引っ込めちゃったの。返事もしてないのに。それアンジェリコドールさんだったような気がする。違ったらごめんなさいやけど、違ってなくたらもっとごめんなさいです。ごめんなさい、なんか引っ込めちゃったの、画像差し替えたくて。でも消してはないの。なんかコメント嬉しかったからアーカイブにこそっと引っ込めた状態で残してはあるんですけど。違ったらごめんなさいね。違ってなかったらもっとごめんなさいの話。アンジェリコドールさん、なんじゃ107人。あ、え、感染者107人東京今日は。どうしたの。あ、感染者が100人超えちゃいましたね。やって、東京だけで、え、全体で。みゆきさん、感染者が100人超えましたね。え？え？東京だけで？なんじゃそりゃ。みゆきさん、え？えみさん、こんばんは。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。とうさん、静岡駅見ましたやて。あ、ほんと？そう。東海やーって、田舎者が東海やーって言って、こうやってインスタのね、ストーリーでぐるーって動画撮っててね、東海やーってなってたらね、事務所の担当の方がね、あー、いいですよ、あ、いいですよ、あ、動画撮りたいの、あー、わかりますよ、いいですよ、みたいな、なんかちょっと、あーっていう感じになってた。
うわ、うわ、とか言えってストーリー上げて、無事に静岡ついてるからねっていう感じでお伝えしようと思って、もう忙しかったんです。もう合流させてもらってから、あの静岡駅でその担当の、ね、事務所の方にと合流して、ご挨拶さっとしたら、もう、はい、でもタクシー用意してますんで乗ってくださいみたいな感じで、もう、はい、行きますよみたいな感じで、待てって、静岡駅出てから秒でタクシー、ちょっと待って、静岡の景色みたいな思って、あーと思って、とりあえずストーリーで載せようと思って、あーって、もうストーリーに動画載せてたら、あの、いいですよ、動画撮っててもいいですよっていうね、あの、田舎者が都会に来た時の反応。だってね、鶴ヶってね、ビル低いかんねって。ねえ、あ、ほめさんこんばんは。うん、豆腐さん静岡満喫はできなかったですよね。でもね、あのね、静岡駅で軽くご飯食べて、キロちゃんとね、おいで秒で朝日テレビに行って、静岡朝日テレビに佐福市で5分でね、ピュアってついて、もう入ってくださいっていう感じで、もう入らせていただいて撮影をして、収録をして終わったら、はい、乗ってくださいってタクシーに乗って、で秒でまた駅に戻るっていうね、もううーんっていう感じで、駅に戻ったら収録が結構巻きで終わったので、パパーと終わった。そしたらなんか、あのキロちゃんとご飯食べて帰りました。お寿司屋さん美味しかったですわ。そう、次はまたゆっくり来ようねって言って、うん、日帰り弾丸ツアーでしたけど、それでも美味しいもん食べてね、テレビの収録させていただいて、お天気が良かったから本当気持ちよかったですよ。昨日だったら雨だった、明日でも雨だったんでしょ。だから、あの、なんか君たちいい時に来たねみたいに言っていただきましたわ。あら、うーふさんお疲れ様です。もううふさんと話したいことが山ほどある。アンジェリカさん、マルシェのフライヤー可愛かったですよ。で、ありがとうございます。可愛かったね。そう、あのプロの方に作っていただいたんですよ。ああでもないこうでもないって、なんかね、下手くそな注文のイメージの仕方をしてね、あのね、サーカスっぽい感じで元気いっぱいな感じで、わーって楽しそうっていう感じで、そしてなんか明るくてうわーっていう感じですっていう風に、なんかようわからん説明でお願いしたら、あれになったの。すごくない？すごくない？さすがプロだよね。もう適当っていうか、一生懸命伝えたいけど、雰囲気を言葉で伝えるのって難しい。そう、それがね、あんな形で素敵なね、フライヤーにしてからできましたっていう感じでいただいて、わーってすごいね、プロってすごいね。そういうプロの方ね、それも結局あの812のライバーさんなんですよ、タレントさん。だからみんないろんなスペシャリストが集まってるの。だからそのスペシャリストのところにお願いをしてるので、スペシャリストのスペシャルな仕上がりでフライヤーも届く。すごくないですか、この812って。みんながスペシャルなのね、ありがたやですね。そう、上女子会してましたね、少し見ました。素敵なフライヤーも見ましたよ。やって、ああみゆきさんありがとうございます。そう、久しぶりに私家族じゃない友達とご飯食べたりキャッキャしたお店で、なんかそれがキロちゃん。はじめましてのキロちゃん、仲良くなりましたよ。あ、大丈夫ですよ、嬉しくてストーリー流しました。アンジェリコドールさんありがとう。私アンジェリコドールさんに謝りに行かなんて思ってたけど、来てくださってこの場で謝るっていう謝罪会見。でもよかった、優しいな、ありがとうございます。ストーリー流してくださった、ありがとう。東京だけで107人やったんや。うえぇ、えらいこっちゃやな。もうなんなんこの、なんか急激になんかこうまたうわーっていう感じ。何、ラブフラワーメロディーさんも笑ってる。そう、あ、マスミさん静岡のテレビお疲れ様ですよって。うん、なんか都会に久しぶりに行きましたよ。田舎者が。そう、豆腐さん静岡で都会と思ってもらえたら嬉しいです。あ、鶴がすごい田舎ですよ。でもなんか次はもうちょっとゆっくり来たいねって言って帰りましたわ。次は、そう、今日はね、弾丸やってバタバタやったし、なんかちょっと忙しかった、私たちも予定がいっぱい、抱えているものも多かったんで、ちょっとね、あの今日はもうあまり長いせできなかったけど、次こそはっていう感じ。うん、静岡、あ、ケミヤ、アイケミヤさん
お疲れ様ってコメントありがとうございます。おう、ヤスさんもお疲れ様です。豆腐さん、魚、魚菓子だったかな、うん、駅ビルの6階って言ってわからんかな。なんて名前忘れたかな。美味しいお寿司屋さん人気の、そうね、美味しかった。こんばんは、お疲れ様。あ、パレットベアさん、ミミちゃん見てる。もう寝たかな、寝たかな、うん、もう私のこと覚えてないかもしれないな。さあ、ホメさん、お寿司屋さん見ました。美味しそうでした。私久しぶりに美味しいお寿司屋さん行きましたよ。いやー、贅沢。でもなんかちょっとご褒美しようって言って2人で。さあ、もう緊張した。テレビの収録緊張した。なんかね、テレビ局の中に入るっていうこと自体人生初ですよ。すごいね。玄関入ってすぐで座ってくださいって言われて、ね、玄関入ってすぐ座って、なんか申請とかいろいろ手続きをその事務所の方がいろいろするんだね。そしたらなんか国費から下げる何か、ほら、あのゲストっていう札をもらえるんでさ、それをかけてないと今度もうね、すぐそこにね、あの、なんていうの、もうなんていうの、ガードマンみたいな人がもうすぐいて、でなんか目ギロってなってて、このゲストっていうのをちゃんとつけてる人じゃないとドアを開けてくれないのっていう、ドアの向こうに連れてかれたらすぐエレベーターで上に上がる、ガラス張りのすごいおしゃれだね。いやーって、もうその時点で緊張よ。あー、なんか視聴率とかなんか番組のスポンサーとかいっぱい貼ってある中に、わーって言って、わー、テレビ局っぽいねーって言ったら、テレビ局っぽいよねーって言いながら上がって、そうで、なんかここで撮影しますっていうね、その現場のお部屋に連れて行っていただくんですけど、隣の控え室自由に使ってくださいって言って、控え室広ーみたいな。で、すごいね、テレビ局ってすごいね、なんかすごいね、大人の人がいっぱい、当たり前やけど大人の人いっぱいで、なんかここにね、ピンマイクとか、ほんと芸能人みたいにここつけていただいて、線はね、服のこの中から通すんで、服の中に通してくださいって言われて、ほんでそのマイクのね、あれ、あの後ろのズボンとこに引っ掛ける。わー、すごい、これなんか芸能人みたい、芸能人がやってるやつやーみたいな、そう、芸能人がやってるやつ同じやつしてるみたいな。で、音声さんはなんかこういうのつけて、スタンバっていうの、それで音を取るのにね、うん、そう、すごい経験で、なんかもう撮影が始まるんですよ。はい、そこ、あ、ピョトさん真ん中座ってください、で、あの黄色子さんはこっちで座ってくださいって言うと、なんかえらいことよ、ビビり倒した。ほいでね、わーってわーってビビってやってたら、なんか、まあ、ぶつけ本番なんですよね。もうなんか、でも実は台本もあったけど覚えられない。だからもう、あ、台本見なくていいですよ、覚えなくていいですよ、もう適当に流してください、あのこっちで拾ってこっちでやり取りしますんで、適当に喋っていただいてもいいですよって、うー、わからんみたいな。もうね、焦ってね、もう身振り手振りがなんか慌ててこうなって、ここね、身振り手振りで一生懸命喋ってたら、はい、カットって言われて、えってなって、そう、最初ね、はじめまして、ブロロ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 って言って、また最初噛んだんですよ。で、あ、噛みました、もう一回テイク1でお願いしますって言ったら、テイク2お願いしますって言ったら、あ、いけいけって言われて、えぇ、って思ったけど、あ、ブロロロロロロロって言ったけど、あ、もう編集できるんだよって言うけど、あ、すごいな、ライブじゃないんか、そうか、テレビの力は編集の力があるのなと思って、ブロロロロロってなったけど、ペルドがね、ペルドロロロって言ったけど、そのまま進んでたのに、途中で、はい、カットって、え、いい感じで喋ってましたけどって。素敵に喋ってたけど、なんでカット入りましたって言ったら、ペルトさん、あのね、ここのマイクにね、今触ったって言われて、今ペルトさん、こう触るときにこれバリって触ったみたいで、ここのピンマイクにね、私がお手手がパッとトンって触ったみたいで、これみたいにこうやって、こういう感じ、こうやってトンって、そう、そしたらね、はい、カットって感じ、それでもう一回やらせてくださいってやって、なんでですかって言ったら、ペルトさん、ここはね、ここにマイクがついてるからねって、これお手手で触ったらバリッて言うなんでね、あの、これバリッてなったらもう全然ダメなんでね、あの、もう一回最初からお願いしますって言って、退屈、まさかの、あの、ペルルルルルではいけるのに、ここのバリッて触ったやつで、あの、カットなの。はははは、恐ろしいやー。すごいね。そんな経験もね、させていただいて、何しか徹夜明けのまま行ったでしょう。はぁ、死んだ。そうフライヤー可愛くてストーリーズにシェアさせてもらって、あ、ますみさん、ありがとうございます。そっかそっか、ありがとう。うん、マダムさんもこんばんは、僕のあきこさんもこんばんは。そう、
直美、岡島さん、ただいま、おかえりって言ってもらったらほっとした。みゆきさんが笑ってる、ますみさんも笑ってる、豆腐さんもむずくて笑ってる。なあ、私ってうまくいかないね。なんかでもすごいね、なんかさ、業界用語っていうのかな、なんて、なんか、ああ、あの、物撮りは後でしましたご本人たちが解放させますんで、みたいな感じで、何の話してるか全然わからんかったけど、結局ね、あの、商品をいくつか持ってきてくださいが、商品5点かな、商品5点持ってきてくださいで、マスク、ペルト、ポケット付きマスクも持ってきてって言われて、いやー、豆腐さん、放送ワクワク、そう、持ってきてって言われて、んで、持ってく商品がもう実はなくて徹夜で縫ったんですけどね。でその撮影をするのに、物撮りしますって言って、ちょっと物撮りあとはもう物撮りなんでって言うけど、物撮りってなんじゃ、物撮りってなんだ、物撮りみたいな、物撮りって何と思ったら、あのその持ってきた商品だけを写す、うん、あの写す感じ、だから私たちはもういらないいらない商品をひたすらに撮る時間の間、なんかそう和気あいあいとなんかお話なんてしてくださってね、スタッフの皆さんが今日福井から来たんですかとかね、びっくりしたのがね、あって、この間 K-MIX でラジオされてたペルトさんですねって言われて、それなみたいな、え、なんで、え、なんで知ってるのって言って、え、そうですって言ったら、うん、この間 K-MIX でラジオ聞いたばっかりで、あのここでお会いできるなんて思いませんでしたよなんて言っていただいて、どうなってるって、ラジオの世界とテレビの世界どうなってるって思いました。なんじゃそれは、なんでつながってるみたいな、びっくりしましたよ。で福井からいらっしゃって、俺秋吉好きなんですよとかっておっしゃっていただいたりとか、わおわおわおですわ、もうビビったーね。なんかさ、すごいなと思って、いろんなことがね、 YouTube で見れないかな、違法かな、あ、あのね、大丈夫みゆきさん、私もそれ聞いたんですけど、あ、えみこさんもこんばんは、お疲れ様。あのね、豆腐さん見れるのか、あのね、オンエアがね、7月の15日の23時10分からの5分だけの番組なんですよ。5分だけ流れる感じ、私たちのところはね。そう、ちょっとだけなんです。ほんのちょっとのテレビ番組。でもテレビ、私たちにとっては大きな一歩ですわ。そう、たった5分のためにでも、福井からの交通費とかね、考えたらすごいことですよ。そう、秒で撮影が終わった。ははは、すごいね。これで、7月の15日23時10分からのオンエアですけど、もし流れたら、あのその流れたやつが、あの後でね、あのライブ812の公式 YouTube のところにもアップロードされるみたいなんで、後でいくらでも見れますんでねって教えていただきましたよ。どんな風に、あのなんかすごいよ、いっぱい噛んでいっぱい話のつじつまも合わないんですよ、ぶっつけ本番だから。あれ、さっきこの話したけどおかしくないですかっていう感じで、もう一回この話してくださいって言われて、さっきしたけどねって言いながら、なんだろうなって思いながらいろいろ喋って、あ、でもなんか臨機応変に、あ、やっぱりほなこっちに変えてもいいですよとか、なんかすごいなんかいっぱいなんか喋って、これどうなるのって思ったけど、心配しないでください、テレビはね、収録があるんで、収録がバシッと仕上げるんですよみたいな言っていただいて、へーってすごいね。私たちはほらライブ配信なんで、収録もヘッドクレもない、ぶつけ本番一発撮りでしょ。そうだから、噛んだら噛むし、笑ったら笑う、泣いたら泣くんだしね、なんかもう辻褄もヘッドクレもないこのまんまでしょ。逆にさ、これに慣れてると、こういう風に慣れて、その時に思いついたことをさ話す、そうでしょ、話の軸がこうよ、それたり戻ったりなんかしちゃうけど、なんかこうやってね、私1時間喋り続けられるんです、カメラに向かってね、コメント見ながらこうやり取りで1時間私ぶっ通しでの台本もなしに話し続けることができる私なんですけど、撮影の台本これですよってもらってしまって、先に台本をもらった途端に急に喋れなくなっちゃうんですよ。あ、待って、次どっちが喋る番やったみたいなとか、あれ、次の質問は何て答えるんだったかしらとか、そうなるとね、急に喋れないのよ、噛みまくるの。だからもうすぐグダグダよ。だから台本があると逆にダメ。そう、なんか不思議だね。
そう、なんか全然自然じゃないの。笑顔も出ないし、カチコチで、目も泳ぐし、どっち向いて喋ったらいいかわからん。カメラ見て喋るのかって。ああ、プルトさん、こっち見てください。なんでカメラ目線？そうそう。とかね、もう必死。で、テレビのカメラってすごいね。こんなのがこっちに向いてると、やっぱ緊張する。緊張する。もうあんなでっかいカメラが向いたら、私スマホに向かって自分の顔を見ながら喋る方が楽ですわ。そう。なんでよかったら見てみてくださいね。そう、カズさんもこんばんは。そう。ケミヤさんもありがとうございます。マスミさんは見れないと思ってたから見れると嬉しい。緊張しとるぞ。顔が引きつってて笑えるよ。きっと。とうさ、皆さんにも見てもらえるの嬉しいですね。本当ですね。楽しみしときますわ。ああ、緊張した。なんか言いたいことの半分も言えんかった感じかな。でもなんかね、プロの方が上手にしてくださるんでしょうね。私も楽しみですよ。いらっしゃいませ。今日は疲れた。これ何分喋ったの？私30分ぐらい喋ったんかしら。ね、眠たいし、今日は早めに終わらせてもらおうかな。帰ってね、電車で帰ってきたら、もううっつらおっつら眠くて、うっつらおっつら眠くて、ね、静岡から帰ってきて、名古屋で一回乗り換えるんですよ、新幹線をね。で、名古屋に新幹線乗り換えたら、次は米原でまた今度さ、特急に乗り換えるのよ。で、特急に乗り換えたら、ものの30分で敦賀ですわ。そしたらね、もうなんかね、眠たい、眠たい、うどうど、うどうどってしてね、気持ちのいい頃に乗り換えなのよ。だから、寝てられない。だから寝たら、そう、寝たらダメだ。一人だけど、寝たらダメだ。っていう、うと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 うってしながら帰ってきて、敦賀で降りなかったら、福井まで行ってまうぞっていう、その瀬戸際のとこでもう一番マックス眠くて、起きろ。ダメだダメだ。もうすぐ敦賀、もうすぐ敦賀。なんかスマホでもこうできればいいのに、この県境になるとちょうど県外になるんですね、スマホがね。そうしたらスマホが県外になったら面白くない？面白くないなぁ。うと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 。あ、出てた。あ、出てた。ってなりながら帰ってきて。そう。あ、ラブローズさん、ありがとうございます。そう。ほいで、敦賀でギリギリ降りました。あ、セーフみたいな。ゆっくり休んでくださいね、やって。パレットビアさん、ありがとう。ますみさん、ワクワクが増えました。って、こちらこそ、ありがとう。楽しみにしててね、ますみさん。そう。そうそう。はあ。でも今日は疲れた。徹夜でテレビの収録に行くもんじゃないなっていうことを学んだ日。介護8時半、9時前ぐらいにお家に着いて、そこからさっきまでバターンって寝てたの。このままで。すごくない？ このままリビングで速攻バターンって寝て、起きたらさっき。はーって、今ここはどこですか？今何時ですか？私何してたんですか？っていう感じ。やばくないですか？でも、もう今日疲れたからお風呂入ってこのまま寝ます。今日はね、ありがとうございました。終わる。いくよー。もう勝手に終わるの。もうコメントも追いついたし、行くねー。せーや、明日もいい一日になりますように。行くよー。せーの。終わりのじゃんけん。じゃんけん。チョキー、疲れたチョキー、でも楽しかった一日でした。おやすみー。あ、トウさん休んでくださいって、ありがとう。